アニメートバイオとは日本の競争馬である。2009年8月22日、札幌の2歳新馬戦でデビューしたが5着。続く9月6日、札幌の2歳未勝利戦でも3着に敗れたが9月20日、中山の2歳未勝利戦で初勝利を挙げる。10月18日、東京のサフラン賞では、高位中段から鋭く伸びて、首差ながらも1分21秒後の2歳。 コースレコードで2勝目を挙げる。重賞初挑戦となった11月14日、東京の第45回 KO 杯2歳ステークスでは、最後片追走から追い込んでエーシンアポロンの2着に入る。12月13日、阪神の第61回阪神ジュベナイルフィリーズでは、アパパネの2着と、高層しに再シーズンを終える。2010年の指導戦は3月13日。 中山のアネモネステークス。初めて単勝一番人気で出走し、道中先段でレースを進めるも銀座ボランザの2着に屈する。4月11日、阪神の第70回大歌賞では、馬体重がアネモネステークスから 20kg 減り、中段追走も直線で伸びず8着に敗れる。5月23日、東京の第71回優秀品馬では、 単勝11番人気と評価を落としていたが、後方から追い上げて4着となる。9月19日、阪神の第28回ローズステークスでは、道中後方追走から直線で馬群を縫うように、伸びて先頭に立ち外から追い込んできた、ワイルドラズベリーの追撃を振り切り重賞発制覇を飾った。10月17日、京都の第15回集荷賞では、道中は、 中段やや後方に待機し、直線で一気に追い込みを図ったが、前方を走るアッパパネに追いつくことができず、3、4番審査の2着となった。11月14日、京都の第35回、エリザベス女王杯では3番人気に支持され、中段追走も、微出血の影響により、直線で伸びをかき15着に敗れた。五月十五日、東京の第六回、ビクトリアマイルで始動。 スタートで出遅れ後方で足を溜めたが直線で伸びず7着。続く6月12日、東京の第28回エプソムカップでは、後方で待機したが直線で伸びをかき7着。7月10日、中山の第47回七席賞では、中段から渋ぶぶとく、足を伸ばして3着。8月14日、札幌の第59回クイーンステークスでは、中段より、 やや後方で待機し直線で内から足を伸ばしてくるが、アベンチュラの3着。10月16日東京の第59回府中ヒンバステイクスでは、後方から直線で大外に、持ち出しイタリアンレッド、踏みのイマージンとの叩き合いになったが2着。11月13日京都の第36回、エリザベス上杯では3番鉄位層も、直線で失速し13着に終わった。 3月11日、中山の第30回中山ヒンバステークスで指導したが終始、後方のまま15着に大敗した。4月21日、福島の第9回福島ヒンバステークスでは、中断追走も直線で伸びず8着に敗れる。5月13日、東京の第7回ビクトリアマイルでは終始後方のまま11着に大敗。六月十七日、 阪神の第17回マーメイドステークスは中断で待機したが直線で伸びをかき11着に終わった。7月8日の七夕賞ではいいところなく11着。7月29日札幌の第60回クイーンステークスは3番手追走も12着と惨敗した。その後3走したがいずれも大敗し12月14日付で競争場登録を抹消された。引退後は ノーザンファームで繁殖品馬となる。タイムランの R はレコード価値を示す。母のハンガニに兵庫ジュニアグランプリカチウマのエースインザレースがいる。祖母のハンガニに重賞2勝、天皇賞2着2回の石帝竜王がいる。判定に天皇賞カチウマのレインボーラインがいる。ありがとうございます。